ちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、前回言ってた通り、はい、今日は、釣れた餌を、餌じゃないわ、餌か釣れた餌を無双化と、はい、そして隣にいるのが、はい、イエーイ、イエーイ、三浦選手でございます。イエーイ。はい、なんか先ほどっていうか前回、うん、なんかパッと合流したっていうね、そう感じですね。ドラクエのような感じで仲間が増えてる逃げるを押したけどついてきたほらすごい、すごい、めっちゃあちこちから湯気出てる。ほらあそこもすごい。ねえ、千と千尋やなんか千と千尋っぽくないですか確かに言うた、おいが言うた今いや、それよりなんか千と千尋バカバカバカ、バカ、はい、よし、じゃあ到着。オッケー。よし、じゃあ野菜も買ってるんで野菜持っていきましょうか。野菜蒸すんですね。野菜はね、三浦っちのおごりらしい。うわー、ありがとうございます。ホームなんで。ふわふわ。あ、なんか、あ、じゃあエトラの隙間からも出ようよ。あ、これない、これか、これか。うお、すげえ。持ち込み禁止され、持ち込み自由ですって書いてある。なるほど。で、持ち込み自由、何かを借りなきゃいけないんですね。カゴ、カゴ、あ、すいません。あ、ここですね。あ、うわ、すくぶちゃったすいません、楽しみだーだね。はい、400円になります。はい、あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれに入れてもう蒸すだけ。はい、あ、じゃあ、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。へー、はい、そしてカゴに入れると。じゃあこのカゴに野菜と魚を入れて蒸してみましょう。おーい、おお、楽しみ。これちょっとすげえ、殻の無糖ハップの匂いがする。塩だ、うわ、匂い濃ゆあ、硫黄の匂いっていうのかな、これは。うんうん、匂い濃ゆ。開けるよ、手で開けるよ。開けるよ。あっ、おお、すげえ、わかんない。うわ、曇った。これ一箇所で入るね、カゴ二つ。そうですね。あ、これ音聞こえる。カゴ引っ掛ける。そう。あ、出てますね。はい。虫が見つかった方が、はい、今日は海からの風があるからね。効率がいいですか。あ、なるほど。ああ。じゃあ一箇所。風がない時は一つの釜に二つ入れて蒸せるけど、今日は風もあるから。はい。了解しました。ありがとうございます。優しい、お母さん優しいな。お姉さん、運と覚えはない。振られた。振られてました。はい、そしてでかいそう。いや、これでかい。もうね、丸ごと入れちゃうよ。おお。大丈夫なのかなこれ。野菜をちょっと洗ってきます。お願いします。じゃあ第一陣。お、行ってらっしゃい。多分こっちの方がね、はい、時間かかるのかな。多分野菜の方かかる。じゃあまあ入れますよ。はい。いい、今日は風が強いから、なんかこの通りがいいから強いらしいね、火の通りが。うん、悪いって言わんかった。悪いのか何も人の話聞いとらん。俺の特技人の話聞かないやけど。じゃあはい、美味しくなあれ。これどんくらいだろうね、はい、何分くらいだろうね。うん、これを見ましょうか。だから10分ぐらいな感じですね。10分15分ぐらいかな。うん、10分でよかったと思うけど、ちょっと餌なので15分にしましょうか。はい、美味しくなーれっつって。はい、これはだって野菜、野菜じゃない、これ。これね、安納芋、あの甘い、へえ、安納芋、うまそう、うまそう。なんか聞いたことはあります。よし、じゃあ野菜。はい、野菜です。とりあえずこんな感じになってます。はい、下はこれが1段目ですね。そうそう、なんかね、あの火が通りにくいやつは下に入れろって、はい、お母さんが言ったけどね行ってこい。はい、いらっしゃい。それではじゃあ宮崎さん、はい、お願いします。クローズ、はい、クローズ、See you、 See you、 バイバイ。おいしくなーす。はい、よし帰ろう。そして塩中、帰ろう。で行こうか。行こう。あっち、あっち、足湯、足をしようか。休憩中のマットじゃない、蒸し中にハーフタイム中に休憩行こう。足オッケー、よっと。はい、どうぞ。お願いします。はい、足、三浦っちもね、走るスポーツですから、ちょっと足湯で癒しましょう。はい、それではじゃあ、はい、どうぞ。入ってもいい。
いですか、はい、じゃあみんな一斉に入ろうぜ。気持ちいい。あ、気持ちいい。いいな。あ、気持ちいい。あ、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 あったかい。あったかいよ、それは湯だから。あ、気持ちいい。いい感じ。うわ、でもほら、こっち海だしさ。ねえ、ね、で、こっち見るとほら、湯気がいっぱい出てる。ホテル街っていうのかな。じゃあ、まあこんな感じで、ここではね、野菜もしながら足湯が疲れると。あ、ぜひ来てください。小浜温泉です。じゃあ、待ちましょう。待とう。はい。なんだ、20分ぐらい経ちました。20分だったって。はい。うわ、めっちゃ綺麗、夕日。なんで男と見やんと。はぁ、何やってるこれ。はぁ、よいしょ。あ、ほらほら。さてさて、先に入れたのはエソなん。魚から見る。でも 2,30 分経ったから、経ったから。暑かった。 2,30 分経ったから、野菜からでいいんじゃないですか。経ってるから。よし、じゃあ行きますか。うわ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 、はい、開けて、開けて、開けて、うわ。じゃあ行きますよ。はい、レッツゴー。せーの。よいしょ。よくわかんないけど、すごい。あ、でも全然いってる、いってる。いや、でも、しなしな、しなしな。おぉ、よくわからねえ。あ、来てます、来てます。人参硬いかな。あと10分ぐらい。もうちょっとやりましょうか、うん、もうちょっとやるか。オクラは大丈夫そうやけんさ。大丈夫。ちょっとこれ、ちょっと場所変えん。じゃあ、はい、見せてるやつから先に食べていきましょう。あと、エソ見ましょうか。エソ見ましょうか。あー、オフの。うわ、ちょっと、せーの。せーの。おお、いいかも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 。ちょっと、だって、身が白くなってる、ちゃんと。はい、エソ完了。エソ完了。完了、エソ完了。ちょっと、冷めてきやるかもしれんけん、冷める前に。あ、じゃあ、お塩かけた。お塩かけた、かけた。じゃあ、いただきますか。どうぞ、どうぞ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。乾杯。うまっ。あ、うまっ。うまっ。え、うまっ。ネバトロで、わー、うまい、うまい。ちょっと待って、うまい。え、めっちゃうまい。え、冗談抜きでマジでうまい。ほら。いやいやいや、なんうまい。うまいね。うまいっすね。徳ちゃん、ん、忘れてましたね。そうね、卵はい、はいはい、はい、卵を買いました。卵、はい。じゃあ、エソ完璧なんで。エソは完璧です、ね。はい、ちょっとボロボロになったけど。ボロボロですね。だから、代わりに卵を入れよう。卵何分？ 8 分から10分。いいね。コンも入れたいな。じゃあ、卵。はい。お願いします。あらやつか。あらやつ。はい。はい。じゃあ、ちょっとエソ食ってみようぜ。エソ食べましょうか。食ってみようぜ、食ってみようぜ。おいしそう。行こうぜ、こっち。てか、もういい匂いがしてる。うん。普通にね、うまそう。はい。じゃあ、はい、エソ。エソです。もうすごい形になってます。身がね、プリンプリンってしと。蒸すってやっぱいいんすかね。いいと思うよ。塩お願いします。よろしくお願いします。はい、塩お願いします。じゃあ、エソいただきます。はい、ここと。じゃあ、手に取りましょう、皆さん。はい、ここいただこう。いただきます。はい、はい、うま。あ、タイだ。タイ。うん、タイ。タイだ。マジ、うまい。タイだ、これ。キムさん、一食ちょうだい。じゃあ、はい、はい、マジでタイ。もうタイだね。タイ、え、めっちゃうま。うん、タイに近い、ほんと。だからさ、エソってさ、砂漠の難しいやん、うん、だからなんか結構骨ごと身内にして食うけど、これ丸ごとこうやって蒸すと、まあ取り分けてペッペッって食べれば。お、うまっ。砂漠家庭がね。ていうか、塩のついてないとこ食ってもさ、全然味がする。うん、あ、うめえぞ。美味しいね。じゃあ、とちょっと何これって、そうやろ。ちょっとで野菜ができるんで、待っときましょうか。はい、よし、はい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 、黒くなってきやった。野菜、お野菜や。おなし、野菜。でん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 。はい、どうぞ。はい、はい、さあ、チェック。お、あ、やば、やば、やば。あ、いけるよ。いこ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 。あ、いける、いける。あと、もう一つ卵が。卵も。はい、見た目変わんね。あ、割れてる割れてる。お、いい感じなやつや。半熟だったらいいね。めっちゃ曇った。
レッツゴー。はい、できました。何から行く？何から行くね。じゃあ、はい、こちらが、はい、お野菜。お野菜、はい、お野菜、お野菜。でも我慢できない。我慢できない。行くよ、行くよ、行くよ。ほらおー、湯気出てる。うまそう。絶対うまいやつや。ちょっと、おい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 、皮も食べられるよこれ。あー、うん、うわ、スルスル剥ける。いただきます。はい、いていい？どうぞ。あ、うん、まいい反応。うまい、うまい、うん、マジ。じゃがいもめっちゃ気になる。なんていうと、栗？栗？栗？え、栗？栗のホクホク感。いや、もう栗。ちょっと、ちょっと栗イメージしてね。オッケーオッケーオッケー、栗ね。いただきます。いただきます。じゃがいも、うん、うま、うん、はい、続いてまだありますよ。まあ、いっぱいありますよ。次行こう。じゃあ次、あ、人参じゃないですか。じゃあ人参、これ人参どうやってすればいいんですか。パキナーパキナーよ。行くよ、ワイルドに、バーン。おー、おー、めっちゃ辛い。はい、はい、はい、こんいただきます。はい、いただきます。甘い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 。次行こうぜ。芋、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 安納芋でしたっけ。安納芋はなんか甘いんでしょ。うん、いくよ。うん、4人分あるじゃんね。うわー、色のやばい。え、うん、おーおーおおお、入ったー。色が濃い。ああああ、ほら、うん、見して。うまい、うまい、あくにうんに甘い。甘すぎて最初何の味もせんかった。甘い、めっちゃ甘い。蜂蜜食べれることだ。うん、ま、いやいや、そういうことなかった。いや、マジ最初ね、一口もらうかい。甘すぎてね、何の味もせんかった。マジ、ちょっと一口もらうかい。うん、重っ。これね、ちょっと寒いから余計美味しい。うん、うん、うまい。では皆さん、最後に買ったのがもう一つあるじゃないですか。ここで買えるんですよ。はい、じゃあ誰が一番最初にありますか。はい、これどう半熟になるのかな。うわ、ちょっと、あー、ごめんなさい。匂いがね、うん、ちょっと硫黄の匂いがする。へー、うん、うわ、ありがとうございます。オッケー、よし、じゃあいただきます。誰か半熟はいるのか。いねー、半熟じゃねーけど、うめえ。うまハートが出てる。ちょっと待って、これ安定のうまさやろ。だってうまい。はい、そんな感じで。でも日が暮れてるんで、はい、もうだいぶ落ち着いてきました、日も。で、夜になるとここ明かりつくんですよね。で、まあこの近くでね、魚釣ったら内臓と鱗と内臓だけ取れば、うん、あそこでボンってぶち込んどけば、うん、ね、そうか、鯛になるぐらいうまくなる。よかったね。ぜひ皆さんもオバマ、来てください。はい、はい、お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、栗の味したろ。じゃがいも、じゃがいもっす。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。